続いて第19代 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン防衛2度メキシコのフーゴ・カサレスの入場です。今年32歳のカサレス、経験、テクニック、さらにはパワーも十分、まさに世界王者。ナシロ選手との再戦によるベルト獲得から7ヶ月半、すでにメキシコのモラレス戦、ペルーのロッセル戦とハイペースで防衛成功を続けている王者カサレス。突然のタイミングで変えてくる左右のスタイル、相手を踏み込ませないアンパーをはじめとしたさまざまな角度からの強打、メキシカン特有の独特なタイミングで飛んでくるパンチ、まさに強敵です。終始余裕の表情を見せているカサレス、戦いはいい選手だけれどもまだまだ前に出る姿勢が少ないねと余裕の表情を見せます。タイトル獲得に成功したいい思いがあるというこの大阪の地、3度目の登場となります。さあ今日はどんなスタイル、戦い方を見せるのか。 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンウーゴ・カサレス、今リングに上がりました。これより両国国歌の吹奏を行います。皆様国旗に向かいご起立願います。はじめにメキシコ国歌吹奏です。日本国国歌君が代吹奏です。コミッショナー宣言、ただいまより本日のメインイベント、WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、防衛成功となりました。しかし余裕のコメントを戦前に寄せていたカサレス、非常にタフな試合になりました。夢を追いかけ続けた25歳の若武者久坂博之の挑戦が終わりました。判定3対0ウーゴ・カサレス3度目の防衛成功です。追い込みましたね。改めまして放送席の方、ナシロさん、そしてナシロさんの方が藤原俊之さんと一緒にお送りしてまいりました。本当ナシロさんからも本当に感情のこもった、本当に気持ちのこもった言葉が今漏れました。ただやはりチャンピオン、素晴らしいチャンピオンでした。
2010年10月、ポイントゾーンが良かったですね。財団法人日本国籍コミッション、コミッショナー廃止予行大学。藤原さん、このやり尽くした、やり切った思いもあるんでしょうか。そうですね、まあ、ねえ、出せる力、先輩を、ね、出してこうやったら、ねえ、はい、でやっぱり肌で感じた本人は、結局、強さはね、関西の強さは誰よりも分かっていると思うので、はい、判定にも納得したと思いますけどね。まず藤原さん、この両者の勝敗の、はい分け目、ポイントっていうのはどこにあったんでしょうか。まあやっぱりどういう展開になってもカンサレスは自分のボクシングができる強みがありましたよね。やっぱりポイントするのもやっぱり相変わらずうまいですし、こういうふうに出た相手がどういうふうに動くかっていうのをやっぱりちょっと知ってるんで、でやっぱり北坂君は続けれなかった、もうちょっとボディ徹底とかやっぱり徹底が必要だと思うんですけど、はい、まあそこね、やっぱり出会い頭の一発ってそう当たらないんで、はい、レベルで、ね、手伝うと、世界スーパーフライ級チャンピオン3度目の防衛に成功しましたウーゴ・カサレス選手です。おめでとうございます。Gracias. この振り伝え期間でチャンピオンになって、そして3度目の防衛にも成功、今の気持ちはいかがでしょうか。Gimnasio se hizo campeón por primera vez y esta es la tercera defensa. ¿Ahora qué se siente? Pues me siento muy agradecido por volver aquí a Japón, a Osaka, al prefectural, a pelear otra vez y demostrar que tengo buena calidad como campeón. Y quiero agradecer a todos, agradecer a Hiroyuki Sakata, que es un buen peleador, un gran peleador, tiene futuro para más adelante.Y que no se desanime. まずは感謝の気持ちを伝えさせていただきたいとともに、チャンピオンになったこのフリースタイル館、大阪、今日、日本に帰ってくることができて、大変嬉しく思っています。と同時に、今回防衛したことで、自分がチャンピオンとしての資質があるチャンピオンだということを示すことができたと思いますし、その意味でも大変嬉しいと思っています。と同時に、挑戦者の、久高さん。すっかりおなじみになった大阪の地、ありがとう大阪という言葉もありました。ウーゴ・カサレス3度目の防衛成功ということになりました。放送席の解説、那城信夫さん、そして那城さんとともに来年また再びタイトルに挑みますトレーナーの藤原俊之さん、はい、このメンバーでお届けしてますよね。ただチャンピオンのコメントにもありましたが、この戦いを見せてくれた久隆、那城さん、はい、また再び這い上がって上を目指してほしいですよね。そうですね、今日の戦いは素晴らしかったと思いますよ。まだ25歳です、はい、この先の可能性っていうのを那城さんどんな風に感じてますか。いや本当にあ、なんとカサレスがこの放送席にやってきました。そして那城さんと今握手を交わしました。いやいや次の試合ファイトと今陣営から声が飛んでいます。那城さんに向かって動かさですから勝ったらまたお願いします勝ったらまたお願いしますというふうに思わず那城さんも笑顔でございました。改めまして、そんな那城さんは来年2月5日同じくこの舞台で今度は那城さんの番です、はい、WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチトーマス・ロハスとの対戦に挑んでいきます、はい、那城さん、藤原さん、はい、我々ファン全員が期待しています。ぜひベルトをまた手にしてください。はい、ぜひ頑張らせて、はい、WBC 取って、はい、カサレスと統一戦でリベンジしたいと思います。はい、那城さんも今日は本当にありがとうございました。藤原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。カサレス3度目の防衛成功です。